アンパカパーン、マルです、ココロです、アカリです、ランです、ナミです、海外エモーションです。イエーイ、今日は何をするんですか。たこ焼き1万円分食べてみたー。イエーイ、全然ない。ないな、余裕だ。バイト行けるね、10ぐらいね。5人で80個くらい、1万円分を食べていこうと思います。早速やっていきましょう。せーの、レッツゴーレッツゴーバビュー。わー、たこ焼き行きました。イエーイ、早速食べていこうと思います。はい、せーの、いただきます。マンゴスチン、マンゴスチン、いただきます。いただきます。あ、おいしい。熱くなくて食べやすい。いただきます。おいしい。いただきます。卵が取れてるか。うまっ。家でたこ焼きするときにさ、うん、何入れる？もち、うん、うん、チーズ、チーズ。うずら入れたことある？うん、うずら切らないで入れて、うち前爆発してあって天井にうずらのかけらって。うずら入れるとき半分に切るか穴開けた方がいい。たこ焼き一口いけるよね。だよね、よかった。皮はパリ、中はとろ、たこはプリ、銀だこ。皮はパリ、中はとろ、たこはプリ、銀だこ。タコパ何年に何回ぐらいする？1、うち毎年年末タコパなんだよ。家族でってこと？そう、そばとタコ。あー、ね、割と久しぶりにタコ焼き。いいなって思う。だってお父さんさ、かまど作っちゃったり、別にちょっと頭くじ、ピザ窯作っちゃったり、ピザ食べたいからって言ってピザ窯自分で作り始めたの。3年かけてピザ食べてんだって。かっこよくない？うん、ご夫婦の手裏か招待してください。行きたい行きたい。1月2日にバーベキューしながらピザ買って。超いいじゃん。めっちゃいいじゃん。もう行こうかな。素敵。一緒に行こうかな。ちょっと家知らないよ。おいで。誰の家も知らない。そういうの誰の家も行ったことない、うん、案外みんな遠いしね、うん、バラバラだし。みなみとあかりの実家と心は近いんじゃない？意外と、うん、神奈川だね。三角形でしたよ。うん、ね、これめっちゃ黒くない？うん、サーターアンダギみたいな。大阪のさ、たこ焼きってカリカリじゃないじゃん。うん、カリカリと焦げてる。ミスったんだよ。しかもタコ2個入ってる。うん、お気持ちみたいな、焦げちゃったから、うん、後から入れられないから。いいよ、今たこ焼きが通過したの分かる瞬間だ。将来的に一番早く結婚しそうな人だと思う。案外みなみじゃない、うん、確かに確かに家庭早くなんかそう、うん、幸せになりそうすぐ、うん、何歳で産みたい？大体結婚とか23。早っ。25までに結婚したい。若いままでいたい。ベストだね。いや、それは思ってたんだけど、仕事のこと考えたら、うちよく考えて28で結婚、30で第一。え、28じゃないよ、30って言われてよ、ここから。じゃあ28って言われてます。うちは32とかでいいや。子供は欲しいけど結婚したくないな。でそうなんだよね、思ったら、子供欲しい、若いままでいたい。成人式の時にお母さん綺麗だねって言われたい、うんうんうん、そうね。成人式の時ってお母さんの気がなかなかね。ドラムさん感情ね。お母さん行く成人式？行かねえか。卒業式そこまで行く？ドラムさんか。超モンスターペアレントじゃん。卒業式、卒業式か。任せて任せて。でバキューム並みに食べてる私。何個食べたんだろう、どれぐらい食べてるんだろう、うん、ねえねえ、みなみちゃんと辛いよね、うん、頑張ってもらうから3人に、うん、今日はタレコと明太子ってないが、ねえねえ、辛くなってるか、このままか、この鰹節をね、美味しいよね、干してる。まあ、結構お腹いっぱいになってきたかも、うん、めっちゃきてる。割とお腹いっぱいですね、うん、これは。だから食べれる。食べて、心が食べてくれるよ、マルピの分は。お待たせでした。ここだが思い出してごらんな、あんなこと、こんなこと。それさ、ロケの時のあかりのあれを思い出した。夏のことです。いつもこんなか分かってんじゃん。言ってんじゃん。むしろむしろ、ケチャップとマヨネーズ混ぜてオーロラソースにつけた。え、何それ。美味しいの？美味しいよ。サラダとか。結構やってみる。このケチャップピザ用ソースに見える。ね、出てきたらピザ用だったらちょっと笑っちゃう。ちょっと舐めてみな。ちょっと。あ、やべ。大丈夫、ケチャップがある。普通にそれ予想できるじゃん。そんな硬いもんじゃないじゃん、ケチャップ。なんで売ってんの？なんかまあでも油と分離するっていうことね。そうそう、分離してるかなと思って。こうやって冷静に分析するんだね。
シンプルアホなんだね。なんか天然って言われるけどさ、天然じゃないんですよ。ただアホなだけ。天然にアホなの。アホなだけなんですよね、意外と。実は。オーロラソース、オールドソース、オールダーソース。もう2箱開いた。おお。やったじゃん。さっぱり系最後じゃん。うん、本当だ。あ、割ともう。うん。これ。めっちゃ、でも結構ね、割と来てるよね。うん、みんなじゃあのいいところで残さない。うん。お客さんね、確かに面白いかもしれない。でね、この子の名前は何姫？もずく。もずく姫。もずく食べれない。美味しいのに。嫌い。もずくうちなんか食べれるのか。ところてんとかも好きじゃん。ところてんも嫌だ。こんにゃくのやつみたいな。こんにゃくじゃないよ。だいつのことだった。ダメだ。やっぱ明かりが読める。今あと1個ずつ食べたら終わるんだけど。じゃあ1個ずつ食べる。何個ぐらい食べたんだろう。1人10個ぐらい計算。私20個は食べた気がする。カウントできないんですか、数。戻す1回。あの動画内で。うん。え、でもすごいね、ペロって食べちゃってる。お腹いっぱい。15分で食べた。すごい。食べやすいもんね、お腹いっぱいになったら眠くなってきちゃった。はい、ということで、たこ焼き1万円分完食しました。イエーイ。結構食べたね。うん、なんかでもあっという間だったね。うん、15分ぐらいでみんな食べました。パッ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 、すごいペースで食べれました。だいたい一口ぐらいだね。パッ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 。ということで、よかった感触できて、やい。また次なんかこういう大食い企画とかするとき何に挑戦してほしいか、うん、あったらコメント欄でぜひ教えてください。お願いします。ということで、今日も動画を最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。